瀬古田くん、起業なんて余裕だよ。人脈さえあればなんとかなる。それにフリーランスを使えば儲かるよ。要は頭を使っていかに安く人を動かすか、これに尽きるんだよ。起業か、俺にもできるかもしれないね。俺の名前は瀬古田。大手広告代理店に勤めていた俺は会社を退職。先輩で起業に成功した高田さんのアドバイスで映像制作会社を立ち上げることにした。動画はウェブコンテンツで欠かせないものの一つだ。幸い俺は広告代理店で培ったウェブ動画のノウハウがある。俺もうまくやればウェブ動画制作会社として成功するかもしれない。とはいえ、一本動画を制作するのに予算がかかる。できれば少しでも費用を抑えたい。クライアントは一本10万を希望か。3万円、いや0円で動画ができたら最高なのにな。俺はお金を払わなくていい方法を考えた。フリーランスをどうすれば安い値段で依頼できるかな。フリーランスで生き残るためには人脈が必要。そうか、人脈だ。高田先輩もそんなことを言ってたな。よし、俺は人脈をちらつかせてフリーランスを使うぞ。俺は自分の勤めていた企業の名前を出し、フリーランスに勧誘をかけた。やる気を出させるために魔法の言葉をかけてやろう。飯込みの仕事を触れるかもしれないな。大手広告代理店メシコミュニケーションズというワードを聞き、積極的にアプローチするフリーランスも珍しくない。俺は下田というイラストレーターを見つけた。イラストレーターの駆け出しで仕事が全くないようだ。無名の人間ほど扱いやすいものはない。こいつを利用すれば0円でいろいろなことができそうだ。人生余裕者。こうして俺はイラストレーター、モデル、動画編集者を誘い、映像の制作体制を整えた。最初は予算もない案件を受けることが多いけど、ここでの結果がいつか糧になるはず。それっぽいことを言えば、こいつらはコロッと騙せる。早く売れてやろうと思ってるやつは、作品に対して情熱がある。お前のところの映像、うちで高い評価だよ。ありがとうございます。その気になれば1本10万円の案件も簡単に獲得できるのだ。無報酬でいけるのはフリーランスだけではない。企業も同じだ。メシコミに聞いてもらいますね。その代わりお宅のスタジオを無料で使いたいのですが。どうぞお使いください。適当にごまかせられるのだ。だが勘のいいやつもいる。そういえば先日の報酬まだいただいてないんですが、いくらですか？今調整中だ。ちょっとクライアントが渋ってね。ち、こいつ気づいたか？報酬を言ってくるやつには魔法の言葉がある。今回のプロジェクトに成功すれば絶対に次がある。もう少し待っててほしい。わかりました。次にすごいことが待ってるといえば、余裕で相手を騙すことができるのだ。こうして俺は報酬をごまかし続けた。とはいえ無報酬で押し通しきれないこともある。もうやめさせてください。いつまで経っても報酬がもらえないのはおかしいです。こういうやつは面倒なので切った方がいい。せっかくもう少しで監督を紹介できたのに残念だよ。俺はすぐに切ることにした。一番使いやすいのは断れない優しいタイプの人間だ。今度友達の結婚式があるんだけど、写真撮影手伝ってくれないかな。わかりました。手伝ってほしいといえば無料でやってもらえるのだ。もちろんこいつらは俺がいつか紹介してくれると思っている。使いやすいのだ。このコンペに通れば100万円の予算が入る。ただコンペ企画だから通らないと発生しないんだ。そうなんですね。企画が通るよう頑張ります。コンペ企画の報酬は企画が通らなければ報酬が発生しない。この一言で自由にコントロールができるのだ。企画通ったか、あいつらやるじゃねえか。
コンペに通ったとしても、ごめん、通らなかった。そうですか、頑張りましょう。嘘をつけば報酬を払わなくて済む。もしバレたら適当な理由をつけてちょっとの金額を払えばいい。さあ、100万円の案件で大儲けするぞ。今回は特別に1本10万円で作ってあげよう。俺はダメだった案件が別のプロジェクトに採用されたという理由でコンペに協力したイラストレーターに相談することにした。あいつの金になるんだ、引き受けてくれるだろう。ごめんなさい、無理です。どうしてダメなんだよ。先日のコンペって通過したんですよね。知り合いのイラストレーターから聞きました。知り合い？報酬をしっかり払ってください。なんだこいつ、急に態度が変わったな。いいのか、お前の代わりなんていくらでもいるんだぞ。俺の案件を受けた方が将来のためになると思うけどな。さあ言うんだ、自分が間違ってましたと。いいですよ、その代わりあなたを訴えます。あなたに無料で仕事を受けた人がたくさんいるんですよ。このツイート見てください。1万人に拡散され、被害者と思われる人がコメントを飛ばしてます。これでもごまかせますか。そんなのデタラメだ。こうして俺の引き受けたクリエイターが全員途中で作業を投げ出し、結果的にコンペで通過した作品は頓挫した。作品が頓挫したことで依頼企業はスケジュールが大幅に遅れたということで損害賠償請求。俺は多額の借金を背負うことになった。こういう時こそ人脈だ、高田さんにフォローしてもらおう。はあ？無料で人を使った罰だろ。俺は人をうまく利用しろと教えただけだ。無料で使えとは言ってねえぞ。助けてくださいよ。はあ？お前みたいなやつと一緒に仕事なんてできねえよ。自分で解決しろ。下田さんのおかげで無報酬を回避できました。セコタはフリーランスを食い殺す典型的なダメクライアントだ。いいか、どんな仕事をしてもお金が発生する、そんな人と仕事をしなきゃダメだぞ。はい、先輩についていきます。親友の藤川に教えてもらったことをそのまま言っただけだけど、まあいいか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。